こんにちは日曜日はリボルバーサンリボです。今回はハートフォードさんからですね。はい、発売されましたコルト M1877 ライトニングモデルですね。こちらをご紹介したいと思います。もうね、予約の時からワクワクしていました。はい、まあ、後ほどね、 ハートフォードさんの、えー、マニュアル冒頭のね、うんちくんところをちょっとね、お目にかけますけれども本当にね、えー、苦労の結果のはい、やっとモデル化ということですね恐ろしいことにね、この、えー、レプリカの、ね、製造はアメリカでもないし金属を使ってもね、不可能じゃないかと言われたね、このダブルアクションをね、えー、ハートフォードさんはね、ちゃんと動くようにね、えー、作っちゃったと。 いうところでもう本当に頭が下がるというかはいこれはね、まあ、正直言って寝ごろ感って言っちゃっていいんでしょうかユーザーの立場ですからありますねここまで凝ったものをねやっぱり手にするっていうのに対してねはい投下した資本はね絶対無駄にならないと私は確信しておりますでこれねやっぱり非常に可愛らしいサイズなんでね比較のためにね田中さんのねはいあの モデルガンの方のシングルアクション編みね並べてみるともうこうですよね全然まあもちろん違うというところですね私のねまあもともとねシングルアクション編みってね私みたいな手の小さい人間もそこそこ握りやすいですけどもこれならなおいいですねしかもねはいダブルアクションだから引き金引きや6発出るんですからねこれは優位性は高かったと思いますよね 実銃の情報をねちょろっと調べてみただけでもね、えー、1877年から1909年まで売られてたらしいですねはいだからその間に16万丁っていうことですから結構やっぱり売れてましたよねこのメカをね16万丁作ったらやっぱすごいなはいでビリーザキットとかねドックホリデーがねもしかしたらモデル違いかもしれないって話もありますけれども使ったとも言われていますね で鳥頭,、ね、鳥頭バーズヘッドって言われてるグリップ実際はラウンドバットっていう,ふうの呼び方でいいみたいですねそんなのをネットで見つけましたライトニングっていうのは稲妻それでこれの41口径版が41口径版が3だっていうことでねはいバリエーションもいろいろとあるみたいですねコルト社初のダブルアクションということでこれがね時々サンリブの向こう紹介しているね、えー、例えばディティクティブであるとか例えばパイソンであるとか そういうことにね連なっていくのかなと思うとねまさに歴史的なモデルですねじゃあもうねパッケージまこのパッケージがねはいいいんですよあとほどさんのねこういうあの歴史、えー、的ななんていうんですかねアイテムね教材的なアイテムの時にはこういうねイラストがいいですねはいまたこの字体もいいじゃないですか雰囲気があってね もうねこの箱でまずワクワクしちゃいますよねはいで中身はねもちろんね、えー、シンプルでカートリッジとね、えー、6発とこのね、えー、b じゃね火薬を装填するねツールが入ってきたりしていますさあお楽しみのドキュメントの前にまずねこれがパッと目につくように入ってましたね良好な里のために。 でね、私結構ねあの酔っ払ってる状態で開けたんでねもうこの通りに動きましたねいきなりまずなんかカートをね、はあ、袋を破ってねカートを装填しました今に至っておりますはいそれからね、えー、おはがきですねワイオシャカードまだちょっともったいなくて出したことないんですけど出した方がいいんですかね、はい、さあ来ましたはい私なんかがね、えー、中途半端に不足している知識でベラベラ喋れるこれを読めばもうバッチリです ね、ああドクホリデーの名前なんかも出てきてますね3年半もかかったということでね素晴らしいですねこの「マニアックレプリカモデルガン」って書かれているのが、えー、以前からうちでご紹介している「マニアック100」シリーズが今こちらに統合されたと思ってよろしいんでしょうか 私が一番心配してたのはアック1 0 0っていうので私が記憶してる限りでまだ30ぐらいもいってないよねっていうことは私の生きてる間無理じゃんとかっていう非常にさみし,しかったんですけどもこうやって統合されてしまってねゴールが長くなるとねまあ途中で、ねはい、切れてもいいやみたいな感じになりますね私の方は。ハートフォードさんはねこれから1世紀2世紀とね続いていくんでしょう。 若いお友達も結構いますしねこの世界いいですねパッと見てこのパーツリスト見ただけでねそれなりにねはいもう私なんか分かりませんね何が書いてあるのか書いてあるのか構造がね昔はねパッと見てここからパッパッパッとねふむふむなんて思ったもんですけども最近はね正直ね脳みそがそういうのをねあんまり受け付けなくなってきちゃってますんでねまず操作ですねここよく読まないとダメですね 7mm キャップを入れて シングルアクションダブルアクションねトリガーを最後まで確実に戻すことカートリッジを入れて操作することこの注意事項是非ね守っていきたいですねはいで次にねこれが本当はこうなってるのとんなんか逆ですねなんかこんな感じですねまず組み立ての方もちょっと軽く見ちゃいましょうか あんまりこうやってトリセツってどうなんだろう紹介してしまうこと自体がもしメーカーさんとしてはご迷惑というのであればコメントいただければ控えるようにいたしますこんな感じですねここシリンダーは回りきらないとハンマーを引き切った時にシリンダー回りきらない トリガーを引き,引き切ると定位置まで回るんですってねこれはシングあのシングルアクションの時のことですかねカートリッジが入っているのと正常に作動しない空打ちカートを使うか カートリッジのケース部のみをシリンダーに入れて作動させるということが書かれていましたねはいじゃあやってみましょうか私はですね自分の勝手な判断でですね皆さんにお見せしましょうかここにね危ない危ないはいえっと内柄のね 7mm キャップを今入れてありますこういう感じで,でこれでねクッションにならないかなと思ったんですけれどもね今あの取説をよく読んだらそうじゃなかったですねはいケースだけ入れなさいって書いてありましたねということでじゃあそれを踏襲しましょうじゃケースだけポンこの状態で入れろということですね弾頭部は入っててもいいでしょ、ね、こういう状態ですねつまりこのハンマーの先端が を叩かないとスポット中に入るような形にしなさいということでしょう。そういう理解でよろしいですよね。まあ、空打ちカートを作ってもいいですね。あの、他の空打ちカートから借りてきて。スプリングをね。ただ、やっぱりやだな。なんか金属と金属が所詮は当たりますからね。それよりもね。こうやって素直に。空にしなさいということであれば、空にした方がいいですね。 ここまでは届かないですよねどう見てもねこの針ね届いてたりしてねはいカートリッジサイズはちょっと可愛らしいですねやっぱりさすがにね口径が小さい分ピュッとあこれでこう置くと結構なレイアウト的にいいかもしれないほらねまあ、こういうことしちゃいけないですね はい、じゃあ空になったね、カートを、ね、装填していきましょう楽しいですねピッピッと外観後でゆっくりねご覧入れますからねまたね345本当はね正直正直な話ね空打ちなんかしたくないんですけれどもねハートフォードさんがねその3年半かけて 動くね状態開調発火とかを目指して作られたということなんでこれやっぱりこの状態でシリンダーがちゃんと定位置に来てないですよねでこれトリガーを引くとなるそうですあ、はい行きますねトリガーを引き切るといきますねただここにはやっぱり遊びが残っているということですねはいカートリッズ随分奥の方にいますねということは手頃なダミーブレッドが入るっていうことかもしれませんね イサートは、ね、このぐらいの角度から見てももう見えてていいですね,ねこのライントリガーガードの部分はね金属ですねここだけねあとはもう樹脂だ樹脂って言っても今流行りのあのヘビーウェイト素材とかそういうのではなくてかなり遠征の円線の高いっていうか硬質なねえー、と硬いね感じの ABS のような気がします 正確にどういう素材が使われているのかのその成分とか分かりませんけれどもかなり硬そうですねやっぱそのぐらいじゃないとこのアクション維持できないのかなって感じですねねエジェクターはライブですねカチカチいってますやいってますよねえじゃあもう一回ねシングルアクションアクション楽しみましょうこのぐらいですねこんなにもうなんか隙間 ズレがありますけれども、これがトリガーを引き切るとパチンといくね。引いた瞬間に先にカチッっていくのが分かりましたね。じゃあでその時にね指をね最後まで戻す。ここの隙間がね小さいんで最後まで戻すってのを忘れちゃうこともあるかもしれないですね。じゃダブルアクション行ってみましょうか。パチン。ちょっと引っかかりますねこの辺で。でもねちゃんとシリンダー回ってますよね。 これでパンパンパンって感じでしょう OK ですはいこの辺にさせてください <laughs> ねえ黒もちょっと凝ってますよねこれね上にもねしっかりとねえー、これどっちが上でしょうかこうですねはいこれでいいやあモニターで見れば私でも読めるねえいい感じですね サイトピクチャーななんてやばなこと言います <laughs> こんな感じですねはいどうしろっていうんでしょうかこのサイトでねまあせっかくのねダブルアクションですからねもう至近距離ですよねこれはねガンっていう感じでね、はい、非常にねあのよくできてる っていうまあ、上から目線じゃないですよよくできててますねみたいな感じですけどもね非常にねこれいいすごく珍しいんで私の中ではねもういろいろとね角度で見ちゃいますね正直ルックスから言うとね、はい、このラウンドバットというかねバーズヘッドはねあんまり好きではありません、はい、やっぱりこちらの方がかっこいいなと私は思いますただその点を美観のところを はいすっ飛ばして「この銃にはめちゃくちゃ魅力がありますね」とその魅力って何っていうとやっぱりねハートフォードさんの提唱するね、はい、歴史的なねまあ銃器これのねやっぱりあの資料としての保存みたいなねそういうね意思がねものすごくね伝わってきてねそういうのね年寄り好きなんですようんちくがつくとはい私もその一人です。 大事にししなくちゃってていう気が、ね、してきますね若い方はねもう2丁ぐらい買って1丁は他のようで1丁でバン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 打ったりね、まあ、これでファストドローなんんていいうののもも、ね、面白いのかもしれませんね、えー、私大好きな小屋のシーンでまたこれで大好きな役者さんのロバート・ボーンがね最後にバンバンと早打ち見せるシーンがあるんですけれども何かの雑誌であれはこういうダブルアクションを使っていたっていうので。 へーっていうね思ったのがもう二十歳過ぎてからですねこれ事実だったんでしょうかいろいろとねブルーレイとかで画質がアップするたんびにねじっくりと止めてみたりしてるんですけれどもねまだ 4K ぐらいでは分からないですね 8K とかなれば分かるんでしょうか、まあ、そんなことをねちょっとこれいじりながら思い出したりもしましたまたねあの先ほど話に出たビリーザキットに関してもね はい「最後の無法者」っていうね1941年か2年の映画「ロバート・テイラー」でしたっけあの出演してたやつねあれも良かったですねビリー・ザ・キットってあの実は何ていうそんなやんちゃな暴れ者ではなくってなんかちゃんとした教育をお母さんから受けてたんでものすごい達筆で字も綺麗でで口もすごい立ってで頭も良くってで自分の斜面 神聖みたいなものを自分でねあの出して判事、まあ、っていうのかなああ司法機関に送っつけたりするようなところもあったりあとねピアノも弾けたんじゃないかって噂があったりね非常に社交的でなんかいい人間だったらしいですよねそんな一面もね描かれてますはいロバート・テイラーっていう人はねもう戦前からの有名な役者さ,さんののビビアン・リーとかとね共演した本当の男前ですね ビリーザキッと男前すぎてちょっと年がいってる感じもしますけれどもはい人間ドラマとしても最高で何よりそのロバート・テイラーさんの早打ちがめちゃくちゃ早いんですびっくりしましたはいちょっとね余談になっちゃいましたけれども今回はハートフォードさんからね3年半をね経て実現したはいこのコルト M1877 ライトニングモデルご紹介させていただきました ではまた。